しもーし。もしもーし。なんか開始される前にさ、なんかボムボーンだったの。マジか。なんでや。ダメージ食らった。いったー。どうもラートです。あー、急に始めんな。急に始めんじゃねえよ。もうブーメランブーメラン、さっき馬車の撮影でも同じことされたからやり返したんだけどな。ビビったわ、急に始める。された側の気持ちも分かったか。された側の気持ちはこうだったのか。笑った、マジで。ということで、今回はちょっと馬車と久々の撮影ということで、しゃっ、やっていきます。やっていきまーす。ショーウィズドム馬車です。おう、おう、あなた本物ですか。あ、いや、違いますよ。あ、偽物だった。偽物と撮影してます今。なんと偽物と撮影してます。あ、偽物だ。騙されてた、さっきまで。くそー、騙されてる。さっきの動画を、じゃあさっきの動画も動画投稿されないってことか。うわ、悲しいな。なんと、なぜか知らないけど動画投稿されてしまいます。あ、そういうこと。ええ。まあまあ、こういう意味わからない会話もラートさんもするっていうことだね、はい。え、人工されたの。12個押された。じゃあ扉が開いたということになる。12個開いたっていうことは扉が開いたってことになるんだよね。あ、そうなの。え、そうなの。扉が開くってことは扉が開くことになるんですよ。初めて知った。え、初めて知った。うん。いやー、まだまだ甘めですね。うわ、やっぱプロは違うな。やっぱ脱獄プロと名乗ってるぐらいですから。うわっ。どうなってんの。逃げまーす。ねえ、ラッツさん怖い。さっきずっと追いかけてきて。なんだよ。追いかけてねえよ。本当に。これ何。ひどいひどいひどい。どこどこどこ。あ、ゴールした。ちょっと待って、俺もゴールするわ。よーし。はい。うわ、人狼かと思ってた、普通に。めっちゃ趣味なんだけど。はにゃ。これ以上、あの神たちを汚さないでほしい。いや、ヒカキンゲームズでさ、あのカラピチコラボの脱獄高校プロ上げてさ、うん、でなんかそのカラピチのチャンネルでも脱獄高校プロやってるのでって言われてからめっちゃ期間経った後にさ、もう忘れた頃に公開されたからさ。え。そう、めっちゃ期間空いてた気がする。そんな。そう、なんかだから、あのカラピチでも動画投稿するんだったら見てみようかなって思ってちょくちょく見てたんだけど、うん、なんか普通にマイクラの動画とか上げてて、あれ脱獄高校プロ やめたんかなと思って。あ、それ期間空いた後にボーンって公開されたって感じ。そう、初音ミク超大好きなんだよ。わあ、いいな。梅さん、あの馬車に初音ミクスキンプレゼントしてください。そんなもらったらもうやり込むわ、この家ね。あ、らしいです。聞いてますか。もらった。もらったらやり込むわ、もちろん。運営様に感謝感謝して、またいっぱい遊びたいな。そう、またいっぱい遊びたいな。シャッ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 、うましゃーとか言ってながらやるわ。パクリ疑惑で炎上です。やばい、炎上はやだ。ミラキュも1年やり続けるわ、このゲームをやって。もしももらった。もうそんなことないと思うけど、先端。あ、もうゴール開いてんだ。これさ、あれ BGM オンにしてないとゴールゲート開いたかわかんないんだよね。
そう、マジで分かりづらい、ほんとに。脱獄ごっこだとさ、ズルーみたいな最後のスイッチだけ違うとするから分かるんだけどさ。あー、そうだね、分かる。なんで、なんでなんだろう、なんか。なんか、いいところを取らない、なんか。うん。なぜかいいところを取らないスタイル。嫌いじゃない。嫌いじゃない。わざわざ悪い方向へ進んでいくのが嫌いだ。あ、間違えた。嫌いだ、言っちゃってるやん。はい、ということで2戦目ですね。急に脱獄ごっこゴールしました。2戦目早すぎだろ。あ、ということで、今回は馬車とコラボでした。はい、あざーす。あざーす。バーイ。バーイ。